はいどうも、What's up ジムニーチャンネルのマッコイです。今日はイレクターパイプを使ったジムニーの天井収納拡張 DIY をやっていきたいと思います。ジムニーってコンパクトですごいいい車なんですけど、一貫性収納が少ないんです。今回は天井に収納スペースを増やすことでそれを解決していきます。用意するのはこちら、まず 60mm、 間違えました、60cm のイレクターパイプ2本ですね。 100mm、 間違えました、 1000mm の、1000mm だから 100cm、 1m のイレクターパイプを2本用意します。そしてこのメタルジョイントと呼ばれるパーツを4つ用意します。さらにごめんなさい、すでについていて申し訳ないんですが、こちらのジョイントも4つ用意します。まず作業としてはですね、このジョイントの耳をノコギリでカットします。そして、このアシストグリップを取りましてですね、このジョイントを4箇所設置します。4箇所アシストグリップの場所にジョイントをはめましたら、こちらのさっき準備した 60mm のパイプ、あ、間違えました、 600mm のパイプを、ここに通していきます。フロント側から通しましょう。ここの 60mm の長さは個人によってお好みで調節してください。がっちりはまってます。そしたらですね、先ほど用意したこちらのジョイント、これを、私は下向けにつけます。天井の収納スペースを確保したい人は下向け、車中泊をする方ですねは、天井のスペースを確保したいという方はこちらのように上向きで、用意すると天井のスペースをより確保できます。そしたらまずこれを仮止めします。反対側も同様です。次にですね、ここからこちらに、パイプを通すのにこの1メーターのイレクターパイプを利用します。今回利用するネットはスパイスレーシングさんの、デリカ用の、レーシングネットになります。なんでこれを選んだかっていうと、実は私このイレクターパイプ型の天井収納を作る前にアシストグリップにベルクロで、固定して、作る天井収納を使ってたんですけど、それだと、まあ、ネットが緩くて物をいっぱい入れた時に後ろの視界が遮られちゃうんですね、あのルームミラーからの。それとまあアシストグリップにベルクロでつけてるだけなのでちょっと不安定だったっていうのがあって、こちらのスパイスレーシングさんのネットとインテリアバーじゃねえやエクターパイプによる、天井収納を作ろうと思いました。パイプを横に通す前にあらかじめこのネットの横側にパイプを通していきます。波縫いみたいな感じで上下上下で、固定します。最初私もここの横のネットの止め方迷っていて、パイプを通さずにカラビナで止めたりしてたんですけど、それだとやっぱりどうしても、左右が緩いのでたるんじゃうんですよね、重いものをつけた時に。なのでこちらのやり方にしました。これを取り付けていきます。これ100センチ使ってるんですけど割とぴったりです。締め付けないと落ちます。で
前の位置をまず先に固定しちゃいましょう。綺麗に貼る方法としては、なるべくネットがたるまないようにギリギリまで後ろのジョイントを後ろに持ってきます。ここがもっとピンと張るように。そして位置決まったら後ろ側も本締めします。そしたら全体をもう一回締め直しましょう。ゆるく止まってるとすぐずれちゃうんで。そしてこの左右のベルクロはこの奥側に通して上げましょう。そうすることで左右の張りとこのエッジですね、左右が立つようになります。どうでしょうか、この安定感。全くぶれません。フロントからの様子は見てみましょう。フロントからだとこんな感じです。リアビューミラーでも全く視界に入ってきていないのが分かりますか。キャンプ仕様にするとこんな感じになります。ついでに私がジムニーにしているインテリアのカスタム、何点か紹介していきたいと思います。後部座席のデザインボルトですね。これってネジで緩めてあげると簡単に取れますので、ミリ先端が6ミリボルトで後ろが円になっている、穴になっている、ボルトを取り付けています。これ本当にポン付けで簡単につけれるのでおすすめです。そこにカラビナをつけて完成です。でこれ何が便利かって、キャンプとか行くとこういう荷物がいっぱい出てくるじゃないですか。でこういう荷物って峠道とかまあまあな速度で走るとこう左右にずれて壁に傷つけたり、まあ運転に支障をきたす、危ないですよね。なのでこれを固定するのに使ってます。使うのもう一個使うのはこういう固定用のベルトですね。このホームセンターで1500円ぐらいで売ってます。両サイドを引っ掛けます。これで完璧です。全く動きません。逆側はこのようなベルトを使ってるんですけど、これ長さ調節できないんであんまり出番ないです。完成するとこんな感じです。いい感じじゃないでしょうか。この感じめっちゃ良くないですか。あ、ちなみにこのマットは先輩のお下がりもらいました。下に滑り止めをつけてるのであんまり滑らないです。どうしてもここに直接物を置いちゃうとこういった樹脂がすぐ傷つくので絶対マットは敷いた方がいいです。ジムに行ってすっごいコンパクトな車だからいかに収納を作れるか試行錯誤するのがめっちゃ楽しいです。
だんだん秘密基地感が出てきて理想系一歩前進って感じです。少しでも皆さんのジムニーライフのお役に立っていれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。